はい、クラファンクです。久しぶりの南レスポール、はい、進みましたね。はい、ちょっと忘れちゃってた人もいるんじゃないでしょうか。そんなことないでしょ。本当に南レスポールの途中経過を、途中経過、はい、はい、今どんな感じなんですか、南くん。思い出スポーツ選手権やったじゃないですか。はい。まあこの布石だったと言っても、あ、今日のためにあったと過言ではない。過言ではない。何か、何をしたかというと、はい、お軽量化でございます。まあこれはちょっと分かんないですけど、うん、一応ファーストステップ、まず、うん、すごい、結構削ってるよね、こんだけだからね。いや、かなりいってますね、これ。弁当入れれるぐらいは。ちょっと、あ、ちょっと軽くなってる。はい。パックリ出ます。あ、あれじゃん。セミアコじゃん。いやー、そうなんですよね。ES じゃないですか、これ。ES に近づく作戦。ES に近づいてますね。これ何グラム削ったかっていうと、はい、400弱みたいな感じですか。だから多分200-300グラムは軽くなってるはず。なるほど。もともと何キロでしたっけ。もともとそれを抜く前に測ったら、まあ、4.4キロ。4.4キロ。4キロ。4キロになってるわけです。4キロ。まあでも結構ちょうどいいよね。うん。ここも行きます。個人的には行ってほしい。ES っぽくなる本当に。うん、こう。まあ俺は。うん、やっぱここやってもらいたいけどね。ああ、そっちの方が多分箱っぽくなると思うんだよね。まあでも実際あのギブソンのかなりいってるやつはもうガンガンいってるね。ああ、いってるいってる。ここのスペースなんかもったいないですね。やっぱさ、日本人的だよね。なんかさ、うん、フェンダーのカスタムショップが出てるさ、うん、テリキャスターでさ、スマグラーテリキャスターってのが出てるの。はい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 。あ、知ってる？うん、知ってる知ってる。あの60何年のやつで、ここパッコリになるやつでしょ。うん、あ、そうね、なんか いけないものを入れて。わかる、出ます。え、密輸してる人いたの？いや、だからもともとそういうあれだよね。あ、そういうことなんだ。だからスマグラーって多分犯罪っぽい名前、意味だよね、確か。だからわかんないから、うん、そういったギターとかのところに隙間作って、なるほど、いけないものを入れてしまったっていう。ほー、だから南ここに、そういけない。酒じゃん。なんかホースをなんかさ突き刺してこれこうチューチュー吸い出す。直接？直接。なんかあの輸血じゃなくて、なんていうの、点滴のタップみたいな意味で酒入れといて、そこからチューチューってだんだん軽くなっていく。そこまでして飲みたいのかな。ああいうさ、そういうのが。だからトーキングボックスかと思ったら酒飲んでる。入れます。そうだね、音変わってんでしょ。音はね、結構変わったと思うよ。あ、ほんと？ ES の感じが出ます。ちょっと出るかな。全然あると思うよ、やっぱ、うん、裏にこう回っていくから、うんうん、でもそんなに過去感言うほど出てないかなと思うけどね。やっぱこれ閉じなきゃダメなのかな。うん、それはあるかもしれないね。閉じないとあまりわかんないのかな。うん、あとやっぱ前に穴開いてないからね。確かに、うん、結局さ、ストラトだってさ、安いやつとかさ、ボコーって開いてんじゃん、うん、あれ考えたら。でもやっぱりどっかそう穴開いてたりとか、あとね、ここはやっぱね、パコパコなると思うわ。弦の真下だし。あ、ここ開ければってこと。いや、こっちだったら、そのストラトみたいに。あー、ストラトってパコパコなってる。あれはパコパコなるよ、ね。うん、次の課題は何なんですか。俺としては、はい、やっぱもうちょっと軽くしたいなっていう。まあ、俺としてはっておかしいか。まださ、まだこっちに行くから。南的には。あ、僕的にはもうとっくに終わってるんですよ。いや、やっぱすげえ。俺的には終わってるだわ。俺はすげえ良くなってると思ってんだけどね。やっぱバランスが良くなって、うん、本当音はすごい良くなってる。良くなってるよね。もうちょっとやっぱり俺はこのケツ落ちしてほしくないんで、うん、俺はここかなと思ってますけどね。はい、削るなら。なんていうのかな、びっくりしたいですよ、もうちょっと。でもね、もうびっくりはね、見ないようになるやらせてくんないと思う。
や、まあ別に抜くのは全然もう一箇所やったらもう何箇所やっても同じみたいなとこあるって蓋つけてさ、これなんか小物とかやってきてチューナーとか、ああ、忘れてもいいよ、そうそう、あれ虫一箇所なんかさ、それ木を食べる虫、あ、前言ってたやつか、虫食い、あの、わかるわかる、そう、虫食いをだから意図的に作るみたいな、スポルトメープルとか言えばいいよね、そう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 、でもね、この辺からなんかキョコッと出てきて、あっ、みたいな、ここやってた、うわ、そこじゃねえよ、そこ、で、これ防腐剤の時に食べない防腐剤の時にね、いや、でもすごい良くなってきたな、まあ、明らかにその、なんかチンチン的な感じから離れていってる感じがする、はい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 、じゃあこれを次どうなることやら、もう一段階行ってほしいですけどね、だからまあだから3、ここまで来たら3キロ台に突入って感じがいいかなと思うんですけど、ね、いやでもね、ここ削ったらねすごいバランス良くなって、そうですよね、持ちたいギターになると思う、これやっぱキーがさ、なんかマホガニーって感じでいいよね、あ、ちゃんとしてるマホガニーね、うーん、いや、なんか白っちー、なんかそういう白いんだよね、白くてなんかもうスカスカみたいな、最初的にはピックアップとかも交換みたいな、うん、うん、まあそう、最後それ変えて終わりみたいな感じですか、ね、なるほど、なんか光らせるとかしなくていい、光らせたりどこ光らせる冬みたいじゃないあ、そうか、俺はトップラッカーで吹きたいけどね、でラッカーとさ、やっぱ肌触りも変わるし、あ、まあ、確かに、より持ちたくなるギターになると思うんですよ、ね、あとあれだ、ネック裏の塗装派ですね、うん、あ、そうだね、そういうのとかいい、まあ、いつかイベントとかでね、このギターをあれがっていう、あのギターかみたいななるといいですよね、でも元々比べられないからな、でも至る所になんかそのこのナットとかさ、今までの動画の布石がいっぱい残ってるわけじゃないですか、そうだ、ね、それはそれで面白いですよね、重くて、うん、テスポール困ってる人はかなり俺はいい解説だと思う、そうだね、うん、あとはそれやっぱり開いてないとやっぱりホローの感じにならないっていうのは、あー確かにね、発見かもしれないね、そうだね、なんかめちゃめちゃ開いてる、例えばスタンダードとかでさ、めちゃめちゃもうこれ以上にくり抜かれてるやつとか低く、なんか 3.3kg とか 2kg とかのやつなんだよ、低けどやっぱ分かんない、分かんないよね、うん、分かんない、まあ、わかんないから、あんたはこっちに開けるとやっぱないいんだよ、いいんだよ、そうだね、いいっていうか、うん、箱感出てくるんだろうな、抜けるところがあるから、うん、なるほど、これもだから蓋かつけてどうくらい変わるかだよね、うん、確かに、いや気になりますね、これは気になります、はい、ちょっと今日はなんかね、あのなかなかこう違いをこう分かってもらえない感じ取ってもらえない動画ですけども、そうだね、弾いてる人にしか分かんないからな、まあ、ちょっと途中経過ということで、うん、ここまで行きましたと、ドラえもんの聖域はどこまで行くのかって話ですね、懐かしいなそれ恐竜かっけ、ビューの騎士、ビューの騎士だ、広げてこれドラえもんのフィギュアとこうか、あ、なんか光る光るボケまた、はい、あのこの後の動画も期待していただいて、小山君でございました。